何の改善にもつながってないから、正直全然喋れてなかった。ぐさやってる内容ちゃんと伝えなかったらやってないのと一緒だから、うん、ド反省ですね、うん、最終的に入れるの1社しかないから、うん、何社も内定もらっても意味ないというか、うんうんうん、どうもこんにちは、旬ダイアリーメンバーのしずです。どうもこんにちは、旬ダイアリーメンバーのしおんです。今日はしずさんに僕の就活の悩みを相談しに来ました。はい、いやまあ具体的に言うと、まあ、時期が時期なんですけど、まだ内定が出てないというところでちょっと焦りを感じているみたいな悩みなんですけ ど、はい、そこを解消していただければ嬉しいなっていうところで、はい、はい、来ました。承知しました、お願いします。はい、ちなみにしずさんは就活生の時どんな就活されてたんですか？私は大学3年生の12月にサマーインターン経由で内定をもらったメガベンチャーに内定承諾をして、うん、半年ぐらい内定者インターンしたんだけど、うん、辞退をしてしまい、でその後に4年生の夏から就活を再開して3社内定もらって、最終的に8月末か9月ぐらいにマイナビに内定承諾してマイナビに入社したみたいな就活をしました。なるほど。あ、じゃあ今の話聞いてる感じだと、しずさんなんか最初からめちゃめちゃガツガツやってたけど、うん、内定を最終的に決めたのは後半の方だったってこと、うん、合ってますか？はい、だいぶ後半。そうですよね、うん、後半もう誰も就活してないみたいな時に就活を始めましたというところなんですけど、うん、まあそこまでの時期ではないのでまだあれですけど、うん、とはいえ、うん、やっぱり周りの就活生続々と内定が決まっていっていて、かなり焦りが溜まってるんですけども。なるほど。これはどうしたらいいですかね。そう、最初の内定が出るまでは、うん、もう完全に不安が解消されるっていうことはないとは思うけど、うんうん、ちょっとでも不安を解消したいんだったら、まあ、まずは自信を持つことかなと思ってて、今、うん、しおんくん自信はいかほどですか？根拠のない自信がありますね。うん、根拠がないっていうのもなんか内定がないし全然こう面接も言うて通っていかないみたいなところがあるから、根拠になるような事実がやっぱりないから少し不安っていうのはあるのかなと思ってます。うん、まあ、根拠がない自信があるのはないよりはいいと思うけど、うん、就活は普通に数こなすとか、うん、練習すれば絶対うまくいくものだと思ってるから、うんうん、その根拠となるものを得るのがまあ大事かなと思います。しずさんは就活生の時自信ありました？うん。おー、それはなんで？自信があった理由は、うん、シンプルにめちゃめちゃ頑張ってやってたから、うん、まあ、こんだけやって落ちる人いないだろうっていう行動量という根拠があったから自信があったっていうのと、うん、行動してるからこれで落ちるんだったら誰も受からないってぐらいやってたから自信があったっていう感じですかね。なるほど、はい。まあ、確かに僕自身あんまり今まで本当に南さんとの面接以外で、うんうん、あんまり面接練習してこなかったです。いや、それはやばいね。あ、やばいですか？めっちゃやばいと思うわ。誰と面接練習されてました？先輩とか、うん、大人、面接やったことある、うん、インターン先の先輩とか、自分よりも就活経験がある人に練習してもらって、うん、フィードバックもらって改善するっていうのをやってました。あー、うん、じゃあもう面接練習してくださるっていう。あ、わかりました。あ、本当ですか？はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ちなみにどれぐらい練習してないの？みなみさんとって言ったんですけど、うん、まあ一応そのゼミの先生とか、うん、あとなんか友達とかとはまあ多少やったことはあるけど、うん、本当になんかフィードバックとかをもらったりするんじゃなくて、うんうん、まあこんな感じだったよねみたいなお話で終わっちゃってるから、なるほど。まあ、そこに関してはやっぱ次に生かせてない原因なのかなとは思っておりますね。なんか自分の中でこれでいいのかなっていう状態のものを何度繰り返して練習したとしても、うんうん、そのやってることがそもそも間違ってたら何の改善にもつながってないから、ちゃんとフィードバックをいろんな人にもらって、うん、でそれを改善して、まあ、精度を上げていかないと、まあ、自信にはならないですよね。あ、はい、すごく痛いところを使いました、はい、この前さ、うん、面接1回練習してみたじゃん、2人で、はいはいはい、自分的に結構喋れたと思った？まあ喋りは得意な方だと思ってるので、うん、まあ、そんななんかやらかしたってほどではないのかなって思ってました。なるほどなるほど、うん、じゃあちょっとそのね、ちょっとその動画がないんだけど、うん、その面接のフィードバックをさせていただくと、喋、うん、れてると思ってるじゃん、うん、正直全然喋れてなかった。ぐさぐさ何ぐさ。まあ、具体的に言うと、私が質問してることに対して答えがなんか若干ずれてるみたいな、うん、とか、あと賞金ターンしましたっていう話をガクチカで話してたと思うんだけど、うん、その話がふわっとしすぎて、こっちが全く賞金ターンどういうことをしてるかっていうのを知らない状態で聞いたら、うん、何してる人か全く分かんないこと喋ってたし、うん、やっぱなんか賞金ターンやってるから自信あるっていうのはあると思うんだけど、うん、やってる内容ちゃんと伝えなかったらやってないのと一緒だから。確かに。
はい、まあ、要するに話せてなかったよっていう。ド反省ですね、うん。あ、もう一個フィードバックを、はい、お願いします。はい、プライド高いのが、はい、面接にも出てる。あ、話してないから本当にやってるか分かんないのに、なんかやってることに対して自信がある感じがすごい出ちゃってて、はい、めっちゃプライド高いんだろうなっていう感じが節々に感じられる。実際に一緒に働いてたらこの子いい子なんだなっていうの分かってるから何も思わないけど、うん、その30分の面接の中で、うん、まあ、やってますみたいな、でも内容何言ってるか分かんないって感じだと、うん、ああバイバイ、こんなに言ったら叩かれそうだけど、うん、普通に絶対受かんないなって思った。だから練習して。分かってました、ありがとうございます。練習してください。で、まあ、いくつか企業さん受けさせていただいて、まあ、なんかそろそろ最終面接みたいなのが控えてる企業さんもあるんですけど、うんうん、非常に落ちるのが怖い、うん、もうここまで落ちまくってるんですけど、うん、なんかそういう気持ちはしずさんとかってありましたか？落ちるのが怖い、うん、いや落ちるのは怖くなくて、うん、就活はあくまでも自分の能力じゃなくて相性の問題だと思うから、うん、落ちたとしたら、うん、まあ、自分の能力が低いっていうのもあるかもしれないけど、うん、その企業にとって自分が合わなかったとしか思わないから、うん、まあ、怖いとかはないかな。うん、なるほど。ちなみにそのなんか僕そうなんですけど、なんかスカウトもらうじゃないですか、うん、もらって実際に受けに行って、うん、好きになっちゃう、言いません？その会社のことを、そう、御社のことをやっぱ好きになっていっちゃうから、うんうんうん、その分やっぱり僕としてはショックがでかくなっちゃうなって思うんですけど、うん、まあ、どうですか？まあ、最終的に入れるの1社しかないから、うん、そんな何社も内定もらっても意味ないというか、うんうん、まあ、もちろんその会社のこと好きになるのはいいけど、うん、自分が入社するっていう観点で言うと、うん、別にそんなに気にする必要はないかなって思いますね。なるほど、うん、この時期例えばイエスを出したりとか面接をしたりとかして結果待ちの時期ってあるじゃないですか、うんうんうん、今結構その返事待ちみたいな企業さんが多くて、うんうんうん、わなわなするというかこう心がこう、うん、結果が来るまでそうそう、どうしようみたいな、そう落ち着かないみたいなのがあるんですけど、はいはいはい、これはどうしてましたか、しずさんは？落ち着かないのはめちゃくちゃわかるけど、うんうん、まあ、その間に行動しないから不安になると思う。そうです、だからわなわなしてないで、うん、その待ってる時間も別の会社の ES 書くとか、うん、練習して改善するとかした方がいいのではないかと思いますよ。はい、はい、いやもうその通り、おっしゃる通りですよね、うん、今ってもう中5万とか何社ぐらい？そうですね、今だとまあ選考残っているところでいうと大体3社ぐらいですね、うん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 、もうちょい出した方が、エントリーシート出した方がいいかなって思って、うん、で、あ、今内定持ってる状態だったら、うん、まあ、3社でも全然自分が行きたいとこ3社受けるとかでいいと思うけど、うん、不安になる原因って、うん、その3社落ちたらもう受けるとこないっていう状態になるから不安だと思うから、うん、例えば持ち駒10社あれば、うん、受かる確率上がるわけじゃん、シンプルに、うんうん、だからもうちょっと出した方がいいと思います、うん、結構、うん、そのネットとかで参見されるっていっぱいむやみに出していくよりも、うん、なんか数社に絞って自分が本当に行きたいとこ全力でやった方がいいんじゃないのみたいな意見とかをすごい 、うん、見ちゃって、なんかやっぱそうですね、自分がなんか本当に選考会とか通じていいなと思ったとこしか出せてないというか、なるほど、それは普通になんか行動量が少ないというか、まあ、それは少なく絞るのはもちろんそうなんだけど、世の中に何万社もあるのに何万社分の3社は普通に探してなさすぎじゃないっていうふうに思っちゃいますね、ちょっと。あ、甘い、あ、甘いと、甘い。え、今どうやって探してるの、企業？いろんなサービス使ってますけど、うん、それこそワンキャリアとかで調べるじゃないですか、うんうん、調べるとなんかおすすめの企業みたいなのがリストアップされると思うんですけど、そこを見ながら、うん、じゃあここ出してみようかなとか、うん、僕データ分析が興味あるんですけど、データ分析企業調べて出てきたとこポチみたいな、え、それ出てきたとこポチってした結果、うん、今3社しかないってこと？そうっす、全然残って、もっと探さなきゃ、もっとやばいわ、あ、やばいか。まあそのおすすめ出てきたとこ受けるのは別にいいと思うけど、うんうん、普通になんか使う時のあるやつ、うんうん、キミスカとか、うんうん、最終とかも行ってるんだっけ？そうですね、最終まで行ったらなんかアババっていうサービスとかで最終面接まで行った人だけスカウト来るみたいなサービスとかあるから、うんうん、ちゃんとスカウト来るやつも使って、うんうん、自分でも能動的に探して、うんうん、持ち駒増やして、うんうん、まあこんだけ受けとけば1社ぐらい受かるだろうぐらいのマインドがあれば自信が湧いてくると思うので、うんうん、いっぱい、まあ、ちゃんと絞るのは大事だけど、うんうん、数も一定は担保しつつ、うんうん、まあ、根拠となる行動量っていうのが一番自分の自信につながると思うので、うん、それが大事なのかなと思います。 ありがとうございます。僕自身ちょっと周りが内定入ったりとかして、うん、結構就活終盤だろっていう気持ちはあったんですけど、うん、
まあ、なんかしずさんの話とか聞いて、もう少し視野広めながら、うん、それこそスカウトサービスとかいろいろ使いながら就活最後まで駆け抜けたいなと思いました。はい、頑張ってください。ありがとうございます。さっきちょっと話した最終面接まで行ったらスカウトが来るっていうアババっていうサービスは過去に旬ダイアリーで紹介しているので、よかったらその動画も見ていただけたらと思います。見ます。見てください。ということで今日の動画はこれで以上になります。はい、せーの、じゃあな。ちょっと待って、知ってる？ダイアリーのサイトではその企業から内定をもらった先輩のリアルな面接動画が見放題。志望動機とか参考にできるじゃん。絶対にここでしか見られない。無料登録で今すぐ見てね。概要欄からチェック。